こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は富山2歳児行方不明事件について解説していくぜ。これは2022年8月20日に富山県の自宅で行方不明になった2歳の R 君が行方不明になり、無残な姿となって発見された事件だ。家で行方不明？それで、R 君はどこで発見されたの？高岡市と隣接する富山県氷見市の沖合 4.7km で、うつ伏せの状態で浮いているところを発見されたぜ。2歳の子供がどうやってそんな場所に行ったのかしら、なんだか怪しい匂いがするわね。では今回は富山2歳児行方不明事件について行方不明の経緯から、噂されている様々な説までを、詳しく見ていこうと思うぜ。よろしくお願いするわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回事件が起きた場所は富山市内西部にある高岡市立野だぜ。赤そぶ川や用水路が流れ、明けた田畑が多くを占めている場所だ。自然豊かな場所ね。ああ、この場所で2歳の R 君は父親と母親、姉の4人暮らしをしていたぜ。2022年8月20日午後6時40分頃、R 君と姉、母親の3人は自宅2階の風呂に入ったんだ。風呂から上がり、母親が姉の髪を乾かしていて、R 君から目を離している一瞬の間に、R 君の姿が見えなくなってしまったぜ。父親は家にいなかったの？ああ、父親は外出中で不運にも家にはいなかったんだ。そして姿が見えなくなってしまった R 君を探すために母親が1階に行くと、勝手口のドアが開いていたぜ。もしや R 君が外に出てしまったのかと心配になった母親は、すぐに近くを探したが見つからず、警察などに連絡し、近所の人たちも近くの公園などを探し回ったんだ。6時を過ぎていたってことは、外はもう暗いわよね。そんな小さな子供が一人で外に出るなんてことがあるのかしら。実は R 君は以前から玄関の鍵を自分で開けて外に飛び出して脱走を試みることが多々あったそうだぜ。また、R 君はもうすでに自力で階段の上り下りができたというんだ。そのため母親は R 君が階段を降りて、自宅の勝手口から外へ出てしまった可能性が高いと思ったんだ。なるほどね。両親は翌日も早朝から近所の資材置き場や公園などを探し回ったが R 君を見つけることはできなかったぜ。まだ2歳の子供が自宅からいなくなってしまうなんて、両親も生きた心地がしなかったでしょうね。当時父親はメディアで、とにかく無事で、早く帰ってきてほしい、と話している。当時、R 君の身長は約80センチで、水色のパジャマ姿で靴は履いていなかったと見られているぜ。じゃあ、R 君は裸足で外に出たってこと？ああ、そういうことだぜ。そして問題はここからだ。R 君が行方不明になった当時、高岡市では雨が降り続いていて、大雨洪水警報が出ていたんだ。雨自体は小康状態だったが、近くの用水路や川の流れが速かったり増水していた可能性があるぜ。そのような中で、R 君は裸足で外に出てしまったんだ。危なすぎるわ。ここまでわかっている情報から富山県警は、R 君は自宅の勝手口から自ら外に出てしまい、行方不明になった可能性が高いとの見方を発表し、捜査を開始したぜ。だがこの R 君の捜索は難航を極めたんだ。R 君の捜索には2022年8月20日から9月5日の17日間で延べ3000人以上が当たったぜ。だが R 君が住む町のあたりは土地柄、防犯カメラも少なく、当時は大雨で車の通りも減少していて、ドライブレコーダーの映像も少ない。そのため、手がかりがなかなかつかめなかったんだ。さらに行方不明になった当日は大雨洪水警報が発令されて、天候が悪化していて、その影響もあってか R 君の目撃情報が全くと言っていいほどなかったというぜ。目撃情報がなかったら、捜索も進まないわね。ああ、そのため R 君の行方はなかなかわからずに、警察や消防などが協力して懸命の捜索を行ってきたんだ。例えば、自宅周辺の川や用水路を上空からヘリやドローンを飛ばして捜索したり、様々な可能性を考えて捜索していたぜ。最新のテクノロジーを用いて捜索されたのね。また、万が一、用水路や川に落ちてしまった場合にどういったルートをたどるのかという捜索や検証も行われたんだ。検証って、具体的には何をしたの？警察は R 君が行方不明になってから6日後の8月26日に、用水路の水量を調査するために、GPS 入りの容器を自宅近くの用水路に落とし流した。そこから GPS は祖父川をたどり、一級河川の親部川に合流して、そのまま富山湾へ流れ出たということだぜ。ということは、万が一 R 君が用水路に落ちてしまっていたら、海まで行ってしまう可能性もあるということなのね。ああ、そういうことだぜ。そしてこの R 君行方不明事件の捜索は警察の他にもボランティアによる捜索も続けられてきたんだ。8月27日には地元の自治会長が、警察と連携しながら、最後の最後まで発見する、
と強い思いを口にしているぜ。自治会の呼びかけなどにより、8月27日と28日の2日間には、延べ835人の、地元住民やボランティアが捜索に参加したということだ。地元の方たちの団結力が素晴らしいわ。みんな R くんが無事に見つかってほしいという気持ちで懸命に捜索を続けたのね。だがそれでも R くんを見つけることはできなかった。富山県警も当初、自宅周辺を軸に捜索していたが手がかりがなく、自宅のすぐそばにある、幅約 2.5 メートルの用水路や、付近を流れる祖父川などに範囲を拡大していったぜ。先ほど、ドローンを用いた捜査をしたと言ったが、今度は ROV と言われる無人潜水機を用いた捜索も行われた。無人潜水機？ああ、この無人潜水機は本当にすごい機械だぜ。ソナーを搭載していて、水の濁りがあったり岩などの障害物があったりしても、水中を詳細に可視化できる特徴があるんだ。捜査をするにあたっては、日本 ROV 協会マスターインストラクターの男性が、県警と協力し、ボランティアとして8月24日から祖父川で無人潜水機の遠隔操作を続けたぜ。そのような機会があるなんて初耳だわ。それにしても見ず知らずの子供のためにここまで動けるのは素晴らしいことよ。そうだよな。この男性は、捜索を河川にまで広げていることをニュースで知り、自分も手助けしたいと思ったと話したんだ。僕に見つかるのではなく、一日でも早く無事に別の場所からひょっこり出てきてくれることを願うだけだ。と祈るようにインタビューに答えていた。みんな R くんの無事を願う気持ちは一緒ね。だがこの男性や、捜索に当たった警察、ボランティアの人たちに激震が走ったのは、R くんが行方不明になってから2週間後の2022年9月4日のことだったんだ。午前9時25分頃、富山県氷見市の氷見漁港の沖合で釣り人から、人のようなものが浮いている。と通報があったぜ。それって、まさか、伏木海上保安部の巡視艇は10時半頃、通報を受けて現場に駆けつけ、漁港の 4.7 キロ沖で小さな子供と見られる丸太を発見した。R くんが行方不明になっていることから富山県警が関連を調べたところ、この丸太は R くんだと判明したぜ。このような形で発見されてしまって、本当に残念だわ。両親も無念だったわよね。R くんが発見された翌日の夜、R くんの家族はメディアに対して、とても残念な結果で、家族は心の整理もついていない状態です。とコメントしているぜ。R くんの両親の気持ちを考えると胸が痛むわ。それで、R くんが亡くなってしまった原因は何だったの？ R くんの死因は、司法解剖後の報道によれば不明と公表されているぜ。R くんは発見されるまでに長い間、丸太が水中にあったために損傷が激しく、亡くなってしまった原因の特定が困難な状態だったと推測することができるんだ。そのような状態で家族に再会するなんて、R くんの両親は私たちが思う以上の心の傷を抱えることになってしまったわね。もし自分の子供がそのようなことになってしまったら、耐えられないよな。特に R くんの母親はきっと、目を離してしまった自分のせいだと、自分を責めてしまっているかもしれないぜ。両親の心の傷が癒えるには時間がかかりそうね。ああ、そうだな。だが、この事件を見守っていた人たちは納得いかなかったようだぜ。え？どういうことなの？なぜならこの R くんの行方不明事件には不可解な点が残されたんだ。事件当初からネット上には、2歳児が一人で外出することはないという言葉が目立ったぜ。確かに、2歳児が外で一人で歩いているのを見たことがないわね。そうだよな。普通に考えると2歳児がそのような状況下で、一人で外に出るという行動自体考えられないことだ。しかも風呂に入りたてのパジャマ姿で裸足で外に出るなんて想像もできないわ。世間一般では、霊夢のように考える人は少なくないと思うぜ。だが、子供というものは突拍子もない行動をするため、時に大人の想像を大きく裏切ることがある。2歳児だし、突拍子もない行動で親を困らせるようなことがあるのは理解できるけど、そもそも、2歳の子供に鍵のかかった扉を開けることなんてできるのかしら？ 2 歳の男の子の平均身長は 85.4cm だ。実際に R くんは約 80cm あったぜ。2歳になると多くの子供は自力歩行し、自分の意志で力強く物をつかめるようになってくる。一般的なドアノブの高さが 90cm から 100cm なので、この年齢になると、背伸びをすれば簡単に鍵もドアも余裕で開けられてしまうんだ。2歳児はそんなこともできるようになるのね。ああ、好奇心旺盛な子供であれば、普段の親の動作を見て様々なことを実際に真似して、覚えてやってみることも多いだろう。子供の成長を侮ってはいけないわね。実際に R くんは、事件当時、もうすでに勝手口のドアを自力で開けられるようになっていたぜ。そして R くんの性格を父親は、自分でドアの鍵を開けて外に出ようとする活発な子、と振り返っているぜ。
また、乗り物や公園の遊具が大好きな好奇心旺盛な性格で、人見知りや物怖じをしない子供だったそうだ。その性格からか、過去に何度か一人で家の外に出ようとしたことがあったというんだ。そこまで好奇心旺盛だったら自分で外に出てしまったという可能性はあり得るわね。ああ、父親も。裏のドアを開けて、裸足で出たのだと思う。との見方を示しているんだ。幼児教育に詳しい東京家政大の教授も2歳児は急速に発達が進み、知りたいややってみたいといった好奇心が強くなる時期だと話しているぜ。それがこんな事態を招くなんて残念だわ。でも、外に出ることはできても、一人で歩くことなんてできるのかしら。実は他にも2歳児の特徴としては、歩行や運動能力も高まることが挙げられるぜ。そして驚くべきことだが、2歳になると一般的に 2km 程度歩くことができるというんだ。しかも興味や目的がある場合、それ以上歩くこともあるというから驚きだよな。ええー、2歳児が 2km も歩けるなんて驚愕だわ。だが、一方で2歳児は大人の話を聞いて理解したり、欲求をコントロールしたりする力は弱いと言われている。欲求をコントロールする力は、3歳から4歳頃から徐々に身についてくるが、まだまだ未熟なんだ。そのため、ボールを追いかけて道路に飛び出すなどの衝動的な行動をとってしまうぜ。なるほどね。だから R くんは外が暗くなってきているのにもかかわらず外に出てしまったのね。幼児教育に詳しい東京家政大の教授は、ドアや窓を施錠する、屋外では手をつなぐといった、日常的な対策を挙げ、危険な行動を取った際には目線を合わせてゆっくりはっきり注意するなど、2歳児には言葉と体を使って繰り返し伝えることが必要だと話しているぜ。2歳児が突拍子もない行動をしてしまうのは、成長の過程だったのね。ああ、だがネット上には両親を責める言葉もちらほら見受けられたんだ。R くんを失ってしまって、傷ついている両親のことを責めるなんて信じられないわ。ああ、批判の声と同時に見られたのが両親を心配する声だったぜ。当時 R くんの母親は、父親が不在だったため、子供2人を1人で見ていて、当然、風呂も1人で2人の幼い子供を入れているんだ。その間も片時も2人から目を離さずにいたのだが、ドライヤーの時に一瞬だけ目を離してしまったぜ。ドライヤーをしていると、その場から動けないし、一瞬たりとも目を離してはいけないなんて、常識的に考えて無理な話だわ。それに、R くんがこのような形で亡くなってしまって、一番悲しいのは両親のはずよ。そうだよな。両親を心配する人たちにも同じ年くらいの子供がいて、両親の気持ちを理解しているんだ。両親の気持ちを理解して、心配してくれる人がいて本当に良かったわ。批判する人たちにも両親の気持ちを分かってほしいものね。人の言葉は時に狂気となる、そのことを忘れずに発言してほしいものだよな。そして不可解な点はもう一つある。え？まだあるの？それは R くんが発見時に衣服を身につけていなかったことだ。それはおかしな話だわ。だって R くんは当時パジャマを着ていたはずでしょ？ああ、その通りだぜ。じゃあ、R くんは何者かに服を脱がされたってこと？いや、海で亡くなった人にはある特徴があるんだ。実は海で亡くなり、長い間海の中にいると、着ている洋服は海洋生物の餌となってしまい、海洋生物によって食いちぎられたりする可能性があるんだ。そのため、服を着ていない場合が多いんだ。そうなのね、知らなかったわ。着ているものの素材にもよるが、ほとんどの場合、服は微生物等によって食べられてしまい、劣化してほとんど消えてしまうんだ。一方でビニールなどに近い石油由来の製品であれば食べられずに残ることもあるぜ。服が劣化してしまえば、破けてどこかへ散ったりすることもあり、少なくともあまり原型を保つことがないんだ。じゃあ、R くんが何も身につけていなかったのはそういうことだったのね。ああ、その他にも溺れている間に水の重みで脱げてしまったという説もあるが、どちらにしろ誰かに脱がされたわけではなさそうだぜ。自然の原理で衣服が脱がされてしまったけど、それを知らない人たちの目には不可解に見えるわね。何も着ていないとなると、どうしても事件性があるのではないかと疑ってしまうよな。このように、この事件は不可解なことがあったため、多くの人たちはネット上で、様々な仮説を立てたぜ。仮説って？初期の時点では、警察はこの事件があらゆる可能性があるとして、事件事故の両面で調べていたんだ。だが場所が場所で、目撃情報や防犯カメラ、ドラレコ映像などがほとんどなく、有力な情報がなかった。さらに今回2歳の男の子が外を一人で歩いているのに、誰も目撃者がいないというのは、おかしいとも噂されたんだ。さすがに2歳児に 2km 以上歩く能力があったとしても、そんなに遠くまで歩いていくのは難しいはずよ。ああ、霊夢のように考えた人がほとんどだったぜ。そのため、自宅近くなどで何者かに誘拐されたという説が出ているんだ。
そしてその誘拐説の中には耳を疑ってしまうような内容のものもあったんだ。耳を疑ってしまう内容？気になるわね。実は誘拐は誘拐でも、北朝鮮に拉致されたのではないかとの噂も出ているぜ。どうしてそんな仮説が出てきたの？富山県は北朝鮮に近い場所に位置していることが理由の一つなんだ。また富山県は北朝鮮による日本人拉致犯罪事件多発地帯であり、朝鮮人工作員が多数潜伏しているのでは？という噂もある。富山県がそんな場所だったなんて知らなかったわ。そうだよな。私も初めて知った時には本当に驚いたぜ。あまり知られていないが、実は富山県の海岸でも、北朝鮮による拉致未遂事件が過去にはあったんだ。富山県アベック拉致未遂事件を知っているか？拉致未遂？全く知らないわ。富山県アベック拉致未遂事件とは1978年8月に富山県の海岸で若いカップルが、拉致されそうになった事件だぜ。この若いカップルは富山県高岡市の天原市海岸で松林の中を散歩していたところ、4人組の北朝鮮の男性に襲われてしまったんだ。カップルは足を縛られ、後ろ手を拘束され、口にタオルを詰められた上で特製の猿靴輪をはめられたぜ。そして頭から体ごと布袋に入れられてしまったんだ。怖い。それでカップルは北朝鮮に連れ去られてしまったの？いや、幸運なことにちょうど近くを通った犬の鳴き声を聞いた男たちはカップルを置き去りにして逃亡したぜ。無事に助かって本当に良かったわ。このように富山県は北朝鮮による拉致問題がたびたび発生している土地なんだ。じゃあ、今回も R 君は北朝鮮の工作員によって拉致された可能性もあるってことかしら？いや、その可能性は限りなく低いだろうな。なぜなら北朝鮮の工作員が日本人を拉致する理由は、北朝鮮工作員が日本人のように振る舞えるようにするための教育を行わせることや、北朝鮮工作員が日本に潜入して拉致した者になりすまして活動できるようにすることなどが、主要な目的だからだ。じゃあ、2歳の R 君を誘拐する理由なんてないわね。ああ、そういうことだぜ。さらにもう一つ、R 君が行方不明になったのは神隠しのせいだという説も浮上したんだ。神隠し？実は R 君が行方不明になってしまったこの事件には警察犬を使った捜査も行われている。その際に自宅から西側に約500メートルの場所にある福田神社で、R 君の匂いが途絶えていたとの報道が出たんだ。じゃあ、R 君は神社に一人で歩いていったってこと？警察犬の判断が 100% 正しいというわけではないため、R 君が本当に一人で歩いてこの神社まで移動したのかは定かではないが、神社のそばには、R 君が家族とよく一緒に訪れていた公園があったという情報も出ているため、R 君がこの公園へ遊びに行こうと衝動的に思い立ち、この場所へと向かってしまったという可能性も十分に考えられるんだ。場所的に神社ということで神隠し説が騒がれ始めたぜ。なんだか神話のような話だわ。一見何も考えずに聞くと、そのように感じてしまうのも無理はないが、富山県には神隠し事件というものがあるんだ。それは1996年5月5日の夜だった。当時19歳だった二人の少女は、家族に、肝試しに行く。と言って富山県氷見市内の自宅を出発したんだ。その後、友人のポケットベルに、今お寿司にいる。というメッセージを残し、行方不明になってしまったぜ。一体どこに肝試しに行ったっていうのかしら。魚寿司には、北陸随一の心霊スポットと言われている廃墟があるんだ。それは1982年に廃業した8階建ての温泉旅館で、通称壺の高専と呼ばれているぜ。夏場には肝試しの若者たちが集まり、富山県内外のやんちゃな不良集団の溜まり場にもなっていた。そんな危ない場所に女の子2人だけで行くなんて危険すぎるわ。もちろん警察は全力で捜索したのよね？もちろんだ。当時、富山県警は少女2人が壺の高専に出かけてその場所で消息を絶ったと判断して、事件、事故の両面で捜査を開始したんだ。警察は全く手がかりがない二人の捜索にヘリコプターを投入して大規模な捜索も行ったぜ。だが手がかりがつかめないまま歳月が過ぎていった。目撃情報もなく、手がかりがないなんて少しおかしいわね。霊夢もそう思うよな。二人がなかなか見つからないことから、巷では神隠し事件とも呼ばれ始めたんだ。まるで今回の R 君の行方不明事件と一緒で全く手がかりがなかったのね。神隠しと言われても仕方がないわ。それで、その女の子二人は見つかったの？ああ、この神隠し事件は、予想もしない展開を迎えたんだ。なんだか嫌な予感がするわ。2020年3月4日、富山湾の海底から1台の車が引き上げられたぜ。この車は、1996年から行方不明となっていた2人の少女が失踪した当時に乗っていたものだ。なんとこの車の中からは複数の人骨が発見されたぜ。それって2人のものってこと？ああ、行方不明になってから24年の時を経て、二人の丸体が発見されたんだ。
これぞまさに神隠しね。しかも犯人が誰なのか、未だに分かっていないんだ。この謎は永遠に解明されることはないだろう。R 君が行方不明になった事件も、この神隠し事件と同じように付近の防犯カメラやドライブレコーダーには、一切小さい子供の姿は映っていない。これはもはや神隠し事件と言っても過言ではないわね。だが結果的に、警察は R 君行方不明の事件を事故として処理することにしたんだ。捜査の結果、R 君が自ら階段を降りて勝手口から外へと出て衝動的に歩き出し、好奇心から増水した用水路を覗こうとして誤って河川に転落しなくなってしまった。そして R 君の体はそのまま、富山湾へと繋がる近くの小矢部川へと流れ出て、その後海流に運ばれて、氷見漁港沖合にまでたどり着いた可能性が高いと見られているぜ。まあそれが一番納得のいく見解ではあるけどね。ああ、そうだよな。捜査に当たっている富山県警察も、これまでの状況などから、用水路に転落した可能性がある、との見解を発表しているんだ。目撃者の具体的な証言もないし、自宅近くの川に流されたのではないかという見方をする方が、正しいかもしれないわね。実は、R 君のような転落事故は珍しいものではないんだ。子供の農業用水溺水事故は全国的に2歳から3歳の幼児が多数を占めるぜ。農業用水って、よくわからないんだけど、具体的に何を指すのかしら。実は行方不明になってしまった R 君の捜索の間、用水路に流されたのではないか、という声がメディアから聞こえてきたが、その用水路がどういったものなのかという、詳しい説明はされていないんだ。ここで言葉の定義について少し触れたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。農業用水を運ぶ海水路は、用水路と排水路に大きく分かれている。田んぼや畑に水を供給する用水路と、大雨の際などそれらから河川などに水を迅速に通水する、排水路とがあるんだ。ふむふむ、農業用水は2種類あるのね。富山県内の農業用水を観察してみると、用水路と排水路が明確に分かれているのがわかるぜ。例えば、排水路の上を用水路が横断していたりして、これらが合流して混じり合うことはそうそうないんだ。そして用水路には遊路途上のあちこちにゲートやフェンスが設置してある。だが流れる者にとって、これらは障害物になるぜ。もし人が誤って用水路に落ちてしまった場合、その障害物のおかげで人が流れるのを阻止できるというわけね。ああ、そういうことだぜ。富山県の地元の消防に話を聞くと、人が行方不明になると、そのようなところから捜索を開始する、と話しているほどなんだ。要するに、人が引っかかりやすい箇所が至るところにあるということだぜ。一方、排水路は川や海にできるだけ早く水を流さないといけないため、遊路途中に障害物がほぼない。つまり、人が引っかかるところが少ないということね。そのため大雨で増水すれば、流れるものは一気に流れてくるんだ。そのため、大雨が降ったりして増水するとその分流れが速くなり危ないぜ。でもその分、フェンスをして安全対策とかしているんでしょ？いや、それが理想なのだが、一般論として用水路には転落防止などの安全対策に費用をかける傾向があるが、排水路にはあまり目が向けられていないように感じることがあるんだ。じゃあ、R 君が落ちたのって排水路だったってことなの？用水路か排水路だったかは詳しく報道されていないため断言はできないが、R 君が見つかった場所が、漁港の沖合だったことから、排水路だった可能性がとても高いぜ。なるほどね。R 君の自宅から80メートルほど離れた農業用水では、用水路と排水路とが並行して設けられている。民家側を流れる排水路を注意してみると、排水路と民家の庭との間には安全柵が見当たらないんだ。そして庭が緩い傾斜を経て排水路の側に直接落ちているぜ。このことから見ても R 君が排水路に誤って落ちてしまったと見る方がしっくりくるんだ。さっき、子供の農業用水溺水事故は全国的に2歳から3歳の幼児が多数を占めるって言っていたけど、本当の話なの？ああ、大体の傾向として用水路事故で溺れるのは未就学児で、ため池事故で溺れるのは小学生以上だと言われている。実際に、2012年から2022年の間に用水路に誤って落ちてしまい、犠牲となった子供のうち2歳児が5人、3歳児が6人だったんだ。R 君のように誤って排水路に落ちてしまう子供もいるのね。ああ、つまりこの R 君行方不明事件の事案については、事故だとすれば、実は事故を大変起こしやすい年齢だったということになるぜ。そしてなんと、大人の数と合わせても用水路事故の数が日本で一番多いのは富山県なんだぜ。そんな、じゃあ富山県の子供たちは、農業用水事故に特に気をつけなければいけないってことなのね。R 君が排水路に落ちたと思われる現場は、コンクリート製の海水路が大多数を占めている。これまで子供の事故のあった水路の幅は50センチメートルから300センチメートルの範囲内で、およそ100センチメートル前後と言えるぜ。
大人でもまたげない幅の水路がほとんどなんだ。わかっている水路の深さは45センチメートルから150センチメートルほどで、壁面は垂直にそそり立っている。ほとんどの水路で幼児が落ちたら自力で這い上がれない深さになっているぜ。ましてや R 君は80センチメートルくらいしか身長がなかったんだから、一度落ちてしまったら、陸地に戻ることなんて不可能だわ。しかも当時は大雨で増水していたわよね。ああ、その通りだ。もし仮に増水していなかったとしても流れが速ければ、水深が30センチメートルくらいでも流されてしまうんだ。背丈ほどの水深ではすぐに溺れるのはわかるけど、浅くても力が十分ではない幼児は、簡単に溺れてしまうということね、恐ろしいわ。例えば富山県にてよく見られる用水路では、幅が60センチメートルほどで、深さも60センチメートルほどのものが多い。そして水深は15センチメートルほどという数字を多く見るんだ。だが流速はところにより毎秒1メートル近くにもなる。水深が浅くても流速が速く、転落すれば横たわった体の上を水が覆うように、みるみる流れるようになるんだ。警察はこの事実から、R 君の行方不明事件を事故として処理したのね。そういうことだぜ。そしてこの事件で、ある人物が注目を浴びることになったんだ。え？それは一体誰なの？ SNS で R 君の行方不明の件で、R 君の居場所を霊視している人が話題になったぜ。霊能力者ってこと？その霊能力者は R 君の居場所を突き止めたの？その人物が SNS に掲載した行方不明時の居場所に関する投稿内容は、行方不明時は白いワンボックス車で連れ去られ、富山県砺波市の天狗山にいるが、そこにいなかったら山頂付近にいる。山上の森もしくはトンボ池にいる。もしトンボ池の場合は残念ながら池の中の気がする。え？すべて大外れじゃない。この霊能力者の霊視は全くの見当外れで、R 君の遺体が発見された場所や状況とは一つも一致していなかったんだ。だがこの SNS が投稿されると、書き込みを見た方がボランティアで実際に探しに行かれたりしたぜ。完全なデマだったってことね。みんなが必死に R 君を探している時にデマを流すなんて許せないわ。ああ、この霊能力者の霊視に対しては批判の声が上がったんだ。だが捜索を混乱させてしまったことに対しては謝罪一つなかったんだ。初めから霊能力になんて頼ってはいけないわね。いや、霊視によって行方不明事件や失踪事件が解決したとされるケースが存在するのもまた事実だぜ。行方不明や失踪事件ではないが、霊視により犯人逮捕に結びつけたとされている事件だ。そんな事件があるの？2006年に栃木県今治市で発生した女の子が何者かに殺められた事件だぜ。この事件は犯人逮捕の手がかりがなく8年もの月日が経過してしまっていた。この状況に業を煮やした警察が有名な霊能力者の元を訪れ霊視を依頼したんだ。そしてこの霊視の中で犯人の年齢や身体的特徴、丸外事件現場などが伝えられたぜ。その中で、霊能力者は犯人のあだ名を言い当てたんだ。その霊能力者は本物だったのね。ああ、驚くことにその後逮捕された犯人のあだ名は霊能力者が言い当てたものだったぜ。そして身体的特徴も霊視の内容とぴったり一致していたそうなんだ。霊視などの一般人には理解できない不思議な力が事件解決につながったという事例は、この例だけにとどまらず、世界中で確認できるぜ。本物も少なからずいるってことね。だけどデマ情報を流す霊能者は許せないわ。こんな人が二度と現れないようにしてほしいものね。何かしら事件が起これば、自称霊能者たちが、注目を集めるために根拠のない発信をすることは珍しくないからな。我々もそういった情報に振り回されず、冷静に判断していかないといけないぜ。ということで今回は、富山2歳児行方不明事件について解説したぜ。まさか2歳児が自ら扉を開けて外に出てしまうなんて想像もしていなかったわ。でも2歳児は私たちが思っている以上に色々なことができるようになっているのね。ああ、その通りだぜ。そのため監視の目を常に光らせておくことが重要だ。だがどんなに頑張っても無理なこともあるよな。そのような時はぜひ他の人の手も積極的に借りてほしいと思う。一人でできることには限界があるものね。子供たちは日本の未来だぜ。みんなで子供を育てていくという気持ちを私たち一人一人が持つことが大切だ。私も危ない遊びをしている子供がいたら注意するようにするわ。一日でも早く R 君の両親の心の傷が癒えることを祈ってるぜ。R 君のご冥福をお祈りします。みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。